い、こんばんは。どうも。先週からやってる、新サムとガロスペの初心者講習、今回は第2回という形になっております。はい、じゃあ早速先生、D3D 君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日 D3D 君キャラは 何に行く？キャラはテクニカルキャラってくくりで、源十郎、ズイガー、はい、ハンゾー、ガルフォード。ああ、源十郎、ズイガー、そして忍者2人と、はい、まあ大体1周4キャラずつぐらいやってるということでね。じゃあ今日は源十郎、ズイガー、ハンゾー、ガルフォード。テクニカルっていうことなんですけど、はい、どういう感じでテクニカルなんですか？表現がちょっと難しいですけど、先週やった3キャラっていうのは、自分の動きをすればまだなんとか戦える、はい、今週紹介する4キャラは、はい、自分の動きだけじゃ勝てないんですね。自分の動きだけでは勝てない。相手の動きに合わせないとダメージが通らない。なるほど。その辺が難しいキャラ。相手の動きに合わせて戦い方が変わるみたいな。そうですね。ちょっと難しい。難しいです。まさにテクニカル、はい、というような4キャラをじゃあ今日はちょっと紹介していくみたいな感じで。わ、はい、かりました。じゃあ早速、じゃあ D3D 君、はい、説明の方をお願いしてよろしいですかね。はい、じゃあ行ってこい。今日はデクに、オスロ君が、オスロさんが今日はデクに、ありがとうございます。ありがとうございます。ロクさんとかも言いましたんで、はい、今日はいっぱい新サムデク勢がいっぱいいるで、素晴らしいですね。ありがとうございます。優秀なデクが揃っております。行きます。優秀なデク。その人にデクをやらせるのはもったいないのではないかというデクが揃って、まあ、先週のね、アーカイブそのうち、YouTube 上げるんでね、ちょっと待っててくださいね。なるべく早く上げます。じゃあマイクテストから。ズヤー気長に源十郎、気長に源十郎、テクニカルの中でも比較的、いざ尋常に侍1本目ができるキャラ勝負。新サムの功績はこいつが世に出たことですね。あー、なるほど。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、はい。じゃあまずは源十郎から、はい、今日は紹介して、いつもの通りですけど、まずはメイン技。メイン技源十郎はですね、何を言っても鏡中切り、これです。鏡中切りですね。これ発生5フレっていうとんでもないスピードが出てます。早いですか、そのスピード。先週の10米の中切りが6フレなんで、それより早い。それより早い。はい、めっちゃ早いです。とりあえずこの範囲にいたらこれだけは当たる。なるほど、はい、しゃがみ中切りね。これ出はめちゃくちゃ早いんですけど、はい、戻りがすっごい遅いんです。戻りが遅い、はい、戻りは出は小切り並みで、戻りは大切り並みっていう中切り。ああ、なるほど、はい。で、この技はですね、キャンセルがすっごいかかりにくいんです。キャンセルかけづらい、はい、通常の技は、ヒットスローが出ている最中にコマンド入れて出る技なんですが、あー、なんですが、この技はですね、判定が消えてからじゃないとキャンセルがかけられない。ああ、じゃあちょっとタイミングが違う。おかしいですね。なのでヒットスローが終わってからじゃないとダメなんですね。ああ、ヒットスローが終わったところで初めて必殺技を入力すると。独特ですね、はい。で、まあ、どれどれ。これが非常にむずいんですね。あ、本当だ。ちょっと失敗しました。むずっ。はい、ごめんなさいね。大丈夫、普段使ってないですからね。相当難しいですね、D3Dさんはこんなに失敗するってことを。ちょっと待ってくださいね。対戦だともうちょい出るんですけどね。あ、これ。あ、ちょっと待って、すごいむずい。はい、ちょっとタイミングは練習してもらうしかないみたいな。そうですね、はい、なるほどね。で、この技ですね、微妙に短いんですよ。短い、この短いっていうのは結構致命的で、まあ後でまあ、はい、教えますけどもね、はい、はい、わかります。これを当てるためにはちょっと前に出ないといけない。やっぱり一歩前に踏み込む勇気、はい、そうですね、その勇気ですよ、はい。これがまず源十郎の、強い頼れる、メイン技です。なるほど。もう一つが、もう一つしゃがみ大キック。しゃがみ大キック、これは強いです。これはまあ素直に出る。で、キャンセルも簡単にかかる。素直に出すこともできるし、キャンセルも簡単にかかると、はい。で、当たると相手が転びます。相手が転ぶ、はい、うん。その後の攻めに移行しやすいということですね。そうですね。ただ、さっきの中切りと違ってですね、ガードされても、まあ、蹴りなんで、貫通しちゃうから弾かれないので、うん、なるほど。なんていうんですかね、あ、はい、大概の場合はガードさして何かキャンセルさしても反撃がきます。ああ、はいはいはい。オスロ君ちょっとガードしてもらっていいですかね。ガード、まあ、例えばこうやって この状態はもう不利なんですね。あ、はいはい。これでこうやってキャンセルしても反撃がくる。お、はい、でハオマルとかだと突きが間に合っちゃうので、はい、
まあ強いことは強いんですけど、やるならちょっとやるなら3連殺、やるなら3連殺、大火山ではなく突進技を利用しろと、はい、これでこう、はいはいはい、これはまあ強い技です。なるほど、ね、しかもちょっとガード解いてもらっていいですか。ガード解いていただいてよろしいですか。おそろくんガード解いて、はい、ショーキックから連続技になります。お、はい、だから近ダッシュ投げとかで近づかれたらとりあえずこうやってあーはー、ガードされたらそのまま3連殺に行くと、はい、なるほど、そういうのがまあいいです。現状ある種その戦いの中でその組み立ての軸になる技みたいな感じで捉えておいた方がいいかもしれないですね、はい、状況に応じて変わると、まあ、はい、通常の切り合いはまあこれとこれです。現状は、はい、で両方とも若干短い、若干短い、はい、若干、なるほど、はい、あとは太刀の蹴りも小中キックは結構使えますが、打点が高いので下段技に弱いんですね。下段技に弱い、あのハーマンのしゃがみ将棋とかはあの咎められないんで、あんまり信頼できない。これ長いっちゃ長いんですけど、はい、下方向が弱いんで、はい、うん、っていう感じです。なるほど、わかりました、はい、で一撃技源十郎の一撃技も3連鎖です。もう一択ですね。一択というか、まあ一応これもありますけど、台もあるまず入んないです。これはまず入らない。まず入らない。で、狙うのは3連殺ですね。3連殺。第。はい。ただ多分あの僕他のシリーズと比較できてないんですけど、はい、新サムの3連殺は、まあ、屈指の入りにくさだということらしいですね。はいはいはい、で、出すのは、基本大。全部大。で、もう一つが大小大なんですけど。大小大。はい、この2つだけでいいです、覚えるのは。はあ、大か大小大、はい、中はいらない。一応ですけどね、中はつながりやすいんですけど、はい、この間合いに入れない。お、源十郎は。なるほどね。あ、なるほどなるほど。ちょっとだけ近すぎて当たらないんです。なるほど、当てられないって言ったらいいですかね、はい、なので大小大と大を覚えてください、はい、じゃあその2つの組み合わせを覚えておくと、はい、おそろくん、覇王丸を選んでもらっていいですか。すいません。で、大はヒットした瞬間でしかキャンセルがかけられないというか、そうじゃないと繋がらない。ちょっとでも遅れちゃうとガードされちゃうの。2発目ガードしてもらっていい、はい、これが遅れちゃうとガードされちゃう。もう1つって言った瞬間に2つ目が出てないとガードされちゃうんです。こういう状態じゃないとダメ。あ、じゃあ入れるタイミングが非常にその辺シビアになると。で、大小大は少し猶予があって、はい、この状態でもつながるんですね。あ、なるほど。最後使った確認してから入るのが大小大、はいはいはい、なんですけど、大小大は入らないキャラが結構多くて、ですね、どうしようかな。入らないキャラに、3つ入らないと3連殺って全然減らないんですね、はいはいはい、その3つ目が全然入らないんですよ。入らないキャラっていうのが、キャラセル画面の右側全員結構入らないですね。それから Z がって覚えるといいです。ちょっとキャラセル画面を出そうと思います。はい、わかりました。第うわ、ピョッと、はい、はい、じゃあちょっと待っててね。キャラセレ画面右側半分を確認してみましょう。右側半分は大小台は入らない。大小台が入らない電柱をチェック。どれどれ、どんなメンツなんだ、どんなメンツなんだ。ここ源十郎からこうチャムチャム、上の段の4人。あ、そうか、ゲンチャム、ハンゾー、アースクエイク、シャルロット、ワンフー、ニコチン、はい、あと G が、あと G が、はい、そういつだけは入らない。なるほど、今の右側のメンツとプラスワン、G ガーが大小大が入らないということで、ね、はい、はい、気をつけてください。はい、わかりました。シャルロット入らないんですよ、ひどいです、ね、自分にも入らないってことね、源十郎にも。で、一応ですけど画面端近くなら入る。あ、画面端であったら大丈夫、はい、っていう感じです。なるほど、わかりました。3発入れないとあんまり火力が高くないっていうのをね、はい、全然減らないです、ね、そこだけ覚えて。もう入れるなら3発です、はい、確実に入れると。
で、三連札はですね、相手が画面端にいるとめくれなくなります。あ、めくりがなくなる、はい、本当だ。これがあのめくりが使えなくなるんで、源十郎は相手を追い詰めるキャラじゃないんですね。あー、なるほど、はい、そうですか、わかります。なるべく相手を攻めっ気を出させて、はい、前に出させた上で後ろを取る、そういうキャラです。なるほどね、はい、画面端にじりじり追い詰めていくのは源十郎のスタイルではないと、はい、違うんですね。こいつ攻めキャラに、攻めキャラっぽく見える外見なんですけど、実は受けキャラなんで、はい、なるほどね、わかりました、はい、で源十郎はですね、その何が難しいかっていうと、さっきあのちょっと短いって言ってたじゃないですか、はいはい、でこれがこれを当てようとすると、つまり前に出なきゃいけないと、はいはいはい、前に出てしまうとどうなるかっていうと、まああれですね、10米と同じ現象が起きてしまうと。なるほど。例えばこれをキャンセルかかるからっつって前に出てやると、これ攻撃陣が出るんですよ。あ、ここで死んじゃうんですよ。おもらしい。おもらしが。なんで源十郎は前に出るというよりかは3歩踏み込んで2歩下がってからこう。ああ、難しい。難しい。なるほど。前に出ると思い出する可能性があるので、はい、3歩前に3歩進んで、すでに2歩下がる、相手の攻撃をガードしてから動く、動くで調整するみたいな、はい、踏み込んだら中切りかなんか打ってもらっていいですかね。踏み込んだら中切りを打っていただけると、はい、こういう感じですね。ああ、なるほど、はい、つまり、はい、水前寺清子であると、そういう話じゃなく、手を出させると。そうですね。なるほどね。こういう感じです。手を出してくれないと、はい、結構困る、はい。困りますね。これをこうやっちゃうと、こうやっちゃうと、あ、こうやっちゃうとこうなって。あ、おもらしい、はい。今当たったからいいです。当たりましたけどね。はい。っていう感じです。わかりました。じゃあ逆を言えば、源十郎相手したときは手を出さなければいいです。ない。まあ、そのしたらこっちはまた投げるぞとかね。そういう、はい、それが対戦ですからね。そう。手を出さないと三連札でそのままめくられちゃうんですよ。なるほど。それがまあなかなか難しい。難しいところですね。相手の気持ちをですね、救わないと入らないんで、この技。相手の気持ちを読む。はい。難しいですね。はい、そんな感じです。わかりました。はい、必殺技はまあ今の3連殺、何を置いても3連殺ですね。何を置いても3連殺です。使える必殺技は3連殺であると。からまあ大火山もまあそこそこ強いです。大火山も強い。飛び道具の中では、こいつ、通常キャラでは唯一気絶させられます、この技で。おー、気絶ができる、飛び道具で、飛び道具で気絶させられるのはこいつと黒子だけなんで。黒子と、はい、源次郎の、まあ、あと旋風烈山の、落下に気絶ダメージありますけど、当たりしないんで、まあ、忘れてください。まさに、はい、理論上は気絶するけど当たらないと、はい、なるほど、まあ、これはすごいかなり使える飛び道具です。当てやすい上に気絶値もあると、はい、ただ前転でくぐられるとそのまま死んじゃうんで、はい、気をつけてください、ね、はい、前転でくぐられるのは注意。源十郎はですね、結構その連続技食らいやすい部類なんで、はい、なんていうんですかね、大きな隙を見せるとそのまま散ってってしまいます。はい、わかりました。そんな感じです。三連殺とかに関してはもう多分それだけで2時間くらい話せるんですけど、まあ、はい、初心者っていう意味ではまあこんなもんでいいような気がします。あれは武器破壊技は使える。そうですね、数少ない使える武器破壊技ですね。あ、なるほど、はい、じゃあゲージを試させていただかないと出せないということで。そうですね、ちょっとまあもう源十郎好きな人はもうおなじみというか五光山代名詞みたいな技ですけどね。はい、何度食らったかわからない。はい、ゲージマックス時に出せる5個、これは発生が何振りだったか覚えてないですけど、めちゃくちゃ速い、はい、それから使いどころとしては、使いどころとしてはですね、ガードしててもらっていいですかね。ガード起き上がりにこれをキャンセルするんですね。おお、これで表にガードさせてそのまま5個を入れると、あーゲージがなくなっちゃった。ガードされたら5個でガードさせて3連殺とか。あー、はい、なるほどね。まあ、あと大丈夫大丈夫、ギースのあの雷光回し蹴りだっけ、うん、こういうのがあるんで、うん、これで移動してこの終わりに入れる、5個を入れると。あ、なるほどね。反撃したくなるんですけど、戻りの隙が小さいんで、この蹴り。なるほど。で前に進んで当てる。じゃ起き上がりの択の一つ、そしてこの雷光回し蹴りもどきからの5個、はい、そう、対空技ではないってことね。あ、いや対空としても非常に強いんですけど、強い、はい、ほんと
あの上半身無敵なんで。上半身無敵。はい、あの何でも使えるじゃんね。強いですね、はい。めちゃくちゃ強いです。反応さえできれば何でも取れる。ただまあこのゲーム、まあ先週も言いましたけども、そんな飛ぶゲームじゃないんで。あ、そうだね。ピョーンと何の気なしに飛んでくることはほぼほぼ、はい、コンピューター以外にいないということで。ですよね。そんな感じですね。はい、わ、はい、かりました。僕はめちゃくちゃ強いです。じゃああれだね、コンピューター相手に対空は練習しとくといいかもしれないですね。はい、わかりました。じゃあ源十郎はそんな感じ。はい、で、まああとは簡単に言うと、対空は垂直ジャンプ台切り、これが強いです。あ、これね。で、判定的にもうちょっと強いのは宙切り。宙切り、逃げながらでも強いかな。なるほど、横方向に強いで。田中さんはなんかジャンプ将棋で落としますけど、はい、まあどうなんでしょうね、あんまり威力面で僕はあんまおすすめしないですね。出番早いです。田中さんはジャンプショー使うけど、はい、まあ台とかの方がいいってことね、はい、中威力が高いんで。はい、わかりました。はい、で連続技、はい、連続技、あ、ちょっと源十郎は多分入らないですけど、まあまあ全国のナコルド何人殺したか分かんない、このしゃがみ台切り立ち台切りですね。これはいはいはい、これはもう有名ですね。確かにもうピヨった時はこれで、ピヨった時はまあとりあえずこれ、しゃが台から立ち台。源十郎は入らない。源十郎には入らないってことね。入るキャラは意外と少ない。あ、そうなんですか。そうなんだ。そこにナコルとかニコチンコとか含めるなって思うんですけど、まあ含んじゃ、はい、含まれちゃうんですよ。あ、なるほどね。チャムチャムとかね。じゃあしゃが台立ち台、これは覚えとく。チャムチャム入ります。チャムチャムには入る。あ、いいですね、はい、基本的に弱いキャラを一瞬で殺すことができる。あ、なるほど、はい。まあ、あとゲンガンとかも入りますね。ゲンガンにも入ると。で相手がピヨった時はシャガ台立ち台、はい、これは狙っていきます。ピヨったらシャガ台立ち台、密着してったり、そんでもってったり。これですね、ひどいですね、この減り、はい、半分以上減ってましたね。ピヨった時点で半分持ってかれてるんで、なあ、なるほど、これ入れて終わりですね。そうですね、これ入れて終わりですね、はい、で、それが入らないキャラには何があるかって言ったら、あ、じゃあジャンプ台立ち台、ジャンプ台から立ち台、はい、遠いかもしれない。まあ、あ、こっちです、ね、まあ、これです、はい、なるほど、死んじゃうな。はい、まあそんな感じです。はい、わかりました。目押しっちゃ目押しですけど、連打でも入ります。連打でもいける。ただどっちかっていうとですね、あの斜めジャンプがダメなんですよ。斜めジャンプでは入らないんで。斜めジャンプではダメ。斜めジャンプはこう技が変わっちゃうんで。あ、まあ、確かに確かに、はい、これから台切りは入らないんですね。これからは入らない、はい、入らない。まあやるなら垂直でこうなる。こっち、あー、すげー、こっちを使えと。だからピヨった相手に、こういう動きをしないと入らないんで、時間的に厳しい時がある。あー、なるほどね、はい、相手が回復してしまう可能性がある。一旦近寄って垂直ジャンプ台切りが当たる距離に近寄らないといけないです、はい、ね。さすが推薦人清子的なですね、これは立ち回り。まあその他こいつは何でもまあ繋がるっちゃ繋がるんですけど、まあ、まあいろいろ連続技は楽しいキャラです。なるほどね。それからまああとさっき六さんにぜひこれは教えてくれって言ってたんで言いますけど、はいはい、しゃがみ中キックから台切りが入ります。これマジで、はい、これがですね、まあ、源氏郎すげえかっこよくて強キャラに入るっていう。おー、よかった。しゃが中からつながる、しゃがみ中キックから大切りが入る。入るキャラは右京、玄関、チャムチャム、シャロット。お、いいですね、その4キャラに入る。これいいですね、いいですね、京志郎。はい、パキラン聞いてるか、聞いてるか。だから入れ方としてはですね、右京なんかだと中切りが強いんで走ってって前転して中切りをかわす、はい、その後でこれで踏んでこうやってこれで、ああ、なるほど。でこののけぞり復帰に三連殺が入るとピヨるっていう、うん、そういう感じです。ああ、なるほどね。もしくは、まあ、例えば転ばしてダンプをこう、ジャンプをすかしてこう、あー、すかし下段からの、すかし下段からの、なるほど、はい、これが超強いです。なるほどね、はい。初心者講習会の流れで急に右京殺しの講座になってる。右京講座になってるっていうね。それはそれ重要ですからね。重要ですからね。はい。いろいろこうその辺の攻め手はみんなが考えてもらえればね。うん、そうですね。新しい何かがまた出てくるかもしれないということで。すごいな。でも中キックから下段から大切り熱いですね。はい、下段から、ね、下段からこれが入る。一発あれが当たっちゃえばね。そうですね。まあ、確定するわけですもんね。これでピヨルか。ピヨった。これでピヨル。おお。そしたら、はい、これで終わり。はい。今日弱いな。弱いなみたいな感じで。みたいな。
まあ、実際こうはなかなか行かないでしょう。なかなか行かないんですけどね。行かないんでしょうけど。はい、まあとにかくこの前に入るのが源次郎はめちゃくちゃ大変で、あの技自体は強いんだけれども、技に頼って相手を固めることができないんで、はいはい、相手の行動の5の線を取らなきゃいけないと、はいはい、そこがすごい難しいです。相手に呼吸を合わせないと自分の技入らない。なるほどねっていうのが、まあはい、大体源次郎はこんなもんですかね。なるほどね、わかりました。じゃあ固めていくキャラではなく相手の動きに合わせてまさにそこですね、自分の場合を作って当てていくというような感じですかね。はい、3歩進んで2歩下がる。3歩進む、3歩進むが大変なんですね。3歩進むまでが、はい、そこですね、はい、難しいキャラクター、こういう自分はチーターであると。チーターであると、なるほどね、わかりました。なんか質問とかありますか、ね、質問とかなんかありますか、皆さん大丈夫ですか、大丈夫ですか、どうでしょうかね、大丈夫かね。まあなんか後で聞きたいことあったら書いておいてください。拾えれば、はい、そうですね、教えたいと思いますんで。じゃあ以上そんな感じで源次郎編でした。ありがとうございます。はい、一回切りますか、じゃあ。はい。